アドメーテイは、キリシア神話の女神あるいは女性である。長母院を省略して、アドメテとも表記される。主に、の二人が知られている。以下に説明する。ニコロデ・ウッダバーテの1570年頃の絵画、プロセルピナの略奪。ルーブル美術館所蔵。このアドメーテイは、太陽神オーケアノスとテーティウスの3000人の娘、オーケアニデスの一人。また、 デーメーテールの娘、ペルセポネーの友人の一人で、冥界の王、ハーデースが、シチリア島でペルセポネーを誘拐した時も、多くの友人と共にペルセポネーと遊んでいた。このアドメーテーは、ミュケー内の王、エウリステウスとアンティマケーの娘で、アレクサンドロス、イーピメドオン、エウリビオス、メントール、ペリメーデースと兄弟。アポロドーロスによると、アドメーテーがアマゾーンの女王、 ヒッポリュテが身につけていたアレースの帯は欲しがったので、エウリュステウスはヘイラクレースに十二の難行の一つとして、ヒッポリュテこの帯を取ってくることを命じた。ゼツエンスによると、アドメーテイは、このヘイラクレースの遠征に同行した。アドメーテイはもともとアルゴスのヘイラ女神の女神官だったが、女神像を持ってサモス島に逃亡したという伝承があった。サモスのメノドトスによると、 アルゴス人は、アドメイテを罰するため、エトルリア人の海賊にサモス島から、女神像を奪い取ることを依頼した。しかし、女神像を積んだ船は、不思議なことに動かすことができなかったため、クワダては成功しなかった。その後、海賊たちは、女神像をサモス島の海岸に戻して出港した。サモス人が像を見つけた時、彼らはゾが自ら逃げ出したと思って木に結びつけたが、 アドメーテーはそれを清めてサモス島のヘイラー神殿に戻した。この出来事を記念してサモス島はトナヤと呼ばれる毎年恒例の祭礼を行った。この物語はアルゴスのヘイラー崇拝がサモス島よりも古いことを証明しようとしたアルゴス人の作り話と思われる。ありがとうございます。